どうも、ハピネスダークのハピネスです。ウォーフレームソロソーティー攻略実況プレイやっていきたいと思います。本日は、1年連続クリアを終了した2年目突入の初日になります。今後ともよろしくお願いいたします。ということでね、今回からやっていくのはですね、まあ一応、プライムとかは使っていくんですけれども、いろいろニュークスプライム今選択していて、プライム品とかは使っていくんですが、本日から1週間、レアモッドを使用しないやつでいきたいと思います。なんて名付けんだろう。タイトルの方がいまいちこうパッといいものが思い浮かばなかったんだけど、とりあえずフレームだけ、通常の武器とかはちょっと殲滅力とかに関わってくるので、まあこのフレームに入っているやつにはレアモッド、要するにこの金色に光っているモッドですね、それを実装せずにこの青色と、茶色のコモンとアンコモンのやつでアルケインなしっていうのをねやっていきたいと思います。まあワンチャンねこれちょっとコメントをもらってそのリクエストを少しだけ反映させているという感じにもなるので、まあ俺もこうウォーフレームやってきて、で1年連続クリアを達成してね、新たなことにも挑戦したいし、それだけソーティーにももう慣れてるっていうのもあるので、もうこれは自他ともに言ってもいいぐらいのレベルだと思うので、まあねそういう感じなので、一旦ねちょっとこういうチャレンジも今まで一回もやってなかったから、そのレアモッド抜きっていうのをチャレンジしてなかったので、今回このやらしいタスクでちょっとやっていこうかなと思います。はい、防御のエネルギー減少から急に来るんだ。これ3番放てないパターンだな。で機動防衛して敵シールド増強、吸湿放射線障害ということでね。はい、まあニュークスで一貫してこのビルドでいけたら面白いなと思うので、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。オッケー、いきますね。ちょ待って待って待って、やっぱ3番が放てないパターンですね。オーケーです。3番放てない場合は1番で敵をねあれしていけばいいね。その友達作って、でそれで頑張ってかく乱してもらうと、敵の弾幕をかく乱してもらう感じで、オキシウムオスプレイ行こうぜ。お前のオキシウムを手に入れる前にお前の命を手に入れる。オーライ、あーなんかめっちゃいる。オッケー、そうなんだっけこの名前、シノイドヘリオコール持ってきました。祝祭用スキンがね今期間限定で販売されているので、これいいですね。祝祭用スキン、ロータスの紋章とかが入ってるし、すごくかっこいい、綺麗だし。ヘリオコールね普段あんまり使わないので、お、いいね。でも弾よけにはなってるね。よし、お前も友達だ、みんな弾よけになってくれ。ただね、エナジャイングダッシュとかはね普通に使っていきます。エネルギー供給のためにね、この辺はバリバリ使っていきます。ただ今ちょっとエネルギー減少なんでね、なかなか使いづらい感じですけれども、とりあえずね、ヘルスとシールド容量を伸ばせるのが、ちょっといつもと違う感じ。そう、いつもはね、アビリティ系にモッドを費やしちゃってるもんだから、それがね、全然なくて、ヘルスとその初期のウォーフネームをやってる時の感覚と同じって感じかな。あとは取られたところから随時取っていけば問題ないかなという感じです。全然敵と会えないね、これ。で、セカンダリーザクシなんでね、なんかあってもザクシに頼れば OK って感じ。よし、OK。うん、そこで敵を食い止めてくれたまえ。よろしくっす。よろしくっす。ほらな、いいで。よし、オッケー。結局取られるんかい。いかんね。くんなくんな、誰も。いや、でもほんとマジで弾よけになってるわ。皆さん弾よけになってくれてるから、非常に戦いやすいですよ、ニュークス姉さんとしては。やめてー。やめてー。あー、やばい。ちょっと、マジで1番今放てると思ってたわ。1番放った感覚だったから、殲滅をしなかった、今。銃を撃つよりもお友達にした方が早いだろうって思ってしまった。オッケーオッケー、誰も来んな、誰も来んな、頼むから誰も来んな。ここは俺の陣地。オッケー、死ねそのまま。オッケー、勝っております。意外にね、でもストレッチとか、あとオーガーリーチっていうね、そのシータスで手に入るようなモッドがアビリティの増強はしてくれるので、その点はね、すごくアビリティも弱くなるかと言われると、そういう感じでもないんですよね。底上げをすることはできると。むしろ耐久性が高いと思う。うん。こっちの方が。ただそのうちね、武器のレアモッドも抜いたら、それはそれで面白いのかなと思いますね。それこそ属性系のね、60属性のモッドは使えなくなるから。まあ、今週はやらないけどね、1週間。だってこれでもアンビラスとか来たら困るよね。フレームによりけり、そうアンビラスとかってね、そういうやばいやつが来ると、武器からレアモッドを覗いてると、ワンチャンもうどうやって勝てばいいのみたいな状況が生まれなくはないから、だからあんまりね武器のレアモッド抜きはやりたくないんですよね。そう、別に単純に面白くないっていう、それだけの理由なんだけど、そう、これはまだ面白い。そう、オッケー、はい、
そう。あーもうアタックドローン邪魔だ。オッケー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 、いいね、いい調子、勝ち確ですね。普通に立ち回れるね。やっぱ武器強いしな。しかも若干防御って結構ニュクス向きでもあるから、本当は3番放てればもっとペース早くクリアできるんだけどね。よいしょ、オッケー。このまま勝ちたいから誰も僕の陣地を奪わないで。 C ポイント、うわー間に合うか、ワンチャン間に合いそうな感じがしなくもない。うわーお前マジかよ、キショダウンしなかったこいつ、無敵だったわあいつ、やりやがる。オッケー、オッケーです、終わりました。まず第1ラウンドクリアなんで、次のラウンドクリアすればねこっちの勝ち確ですね。オッケーオッケーオッケー、ナリファイもバイバイ。よしオッケー、これで全滅かな。オッケー、じゃあさっきと同じペースで取っていきましょう、 B からね。意外にソーティーもね立ち回りさえ覚えておけばこうモッドが抜けてても大丈夫と。ただペースは遅いやっぱり、うん、やっぱね、あのフローっていうのがレアモッドで、プライムドフローも結構そのプライムド品になってしまうのでレアモッドのうちに入るわけですよね。そうなるとそのエネルギーの底上げをするモッドがほとんど、エンデュランスドリフトとかもレアモッドだし、つけられなくなっちゃうから、その点エネルギー減少にどうやって対応していくかっていうところがかなり大事になると思いますね。お前友達、やばい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 、危ねえ。まあ縛ってるようであんまり縛ってない感覚もあるけど、きついステージはマジできついと思うこのやり方。よし、オッケー。わー B ポイント取られたくないな。ここに行くからには、よし止めたい、食い止めたいよねやっぱりね。オッケー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 、まあ、ワンチャン止めたね。オッケーオッケーオッケー、あとは多少取られてもしょうがない、もう C ポイントを取りに行かないと。あーマジ、はいオッケーです。さあやっぱ B ポイント取られそう、なるほどね、取られたけど大丈夫、かなり冷静に戦っております。やばい、エクシマスが来た、エクシマスの火力はな怖いからな。ていうかこの武器こんな強かったっけ、マジ強いなこれ。余裕、友達が欲しい、ニュクス姉さんは友達が欲しい、友達になった、オッケー。コンバ友達かなり心強いんだけど、30秒間の限定的な友達、期間限定、期間限定、マジかよ。オッケー、あー終わったわ、はい終わってない、あー終わったわ、マジか、終わったっていうか何も終わってないけどね。よし、オッケーオッケー、おーやばいやばい、チャーリーが、こいつはチャーリーと名付けた俺はこのコンバを。チャーリー行け、チャーリーお前の友達期間は延長させたい、ニュクス姉さんは延長させたい。死んだバカやろう、オッケーオッケー、 C ポイントは諦めに入った、もはや無理だと、無理だと分かったか、ニュクス姉さんから。あんなんかナリファイが2体いるような気がするんだけど、なんか怖いわ、しかもナリファイが向かってるところじゃないこれ、やめてー、うわやばい、死ぬ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 、オッケー、オペレーター強し、オッケー強しくん、オペレーター強しくん、おらオッケー。そう、あのヘリオコールはね敵を倒すとそのままコーデックススキャンでスキャナーして、スキャンしてくれた扱いになるので、そういった意味でもねあの面白いです、シマリスのところから回収できる武器ですけれども。よし、いいよ、あでもシノイド系だから、そうかセファロンスーダのとこのやつですね。オッケーオッケー、やめて、通常のヘリオコールはシマリスのとこで回収できるやつですね。はい、いや全然敵振るってないですね、ニュクス強すぎになってますね、しっかり。あーランカ強え、マジでランカのパワーがありすぎて怖いわ。わ皆さん C ポイントに向かいますね、やばいやばい、よしオッケーオッケーオッケー、捕まえてしまえばこっちとも運よ、アンチもやばい、バーサが出てきそう、そろそろ出てこない、大丈夫、バーサに狙われたらイチコロな気がするんだけど、よし、いいよ、うやべやべ、びっくりした、コンバかと思った、横から出てきたの、はい、オッケー、はい友達、オッケー勝った、イエーイ、オッケー友達期間最高です。やばいコンバがいる、ぶっ殺せ、よっしゃーナイス、素晴らしい、え死なないの、オッケー、よし終わりました、まあ無事にクリアできて何よりって感じですね。まあ本当に最後の救出ミッションが問題でもあるけど、まあエネルギーさえあれば対応できるでしょうという感じです。ヘルスもシールドも伸ばしてるし大丈夫だと思うんだけどな。さあやってきました、ドゥルルルル、また透けてるわ。もう安定した再現性のあるバグになっちゃいましたね。 OK 機動防衛敵シールド増強です。
まあ今回はね、あのニュークスが3番をガンガン使っていけるスタイルなので、まあそのあたりは、臨機応変に敵を撹乱させて安全な環境を作りながらね、戦っていきたいと思います。ただ気をつけなきゃいけないのはグレネードが飛び交うことかな。さすがにこの体力でもグレネードを飛び交ってきたら多分やられちゃうと思うから、そこは気をつけたい。あと地形がね戦いづらかったりするから。ほらー、ガスダメージで来ているんで、あれです、ヘルスに直接ダメージ与えて倒せるんでね、あんまり敵シールド増強は怖くないです、実際のところ。あと友達も作っておきたいな。オッケー、お前は友達な。オッケーオッケーオッケー、尊重して頑張っ、うわうわ、グレネード危ねー。やっぱりグレネードがやばいわ。今2つぐらいあっただろ。怖いわ。でもあんまり戦わなくてもいいのがね、ニュクスのいいところ。本当に防衛に専念できるから。本当敵来ないね。ナイスだわ。オッケー。やばくなったら3番みたいな。まあ、やばくなる前から3番貼っておけば完全網羅だからね、これ。あんま今度倒しすぎるとね、3番を放った意味もなくなっちゃうから、その点はね、しっかり網羅していきたいかなと。新規リスポーンの敵に対して、自分の効果力を振るっていけばいいという感じかな。プランとしては。孤独は嫌じゃん。まあコンバとかね、あのバーサとかあの辺の強い系男子が出てきたら、まあ迷わず友達にしたいところだけど。まあでもなんかアビリティがないと本当にソーティークリアできねえのかとか、そういう話ではなくなるから、まあ、ここを守りづらいね。しかもターミナルのそばにいっちゃうと今度グレネードに当たる可能性もあるから、あんまりねこう防衛対象の近くにいない方がいいかなって感じですね。 OK、 まあ網羅はできてる。こういう狭いフィールド内だったら部屋の全体をこう網羅してね、敵を爆乱することもできるから。グラクシオンの煙がエネルギーに見えるな。やめろ、誰も来んじゃねーよ。危ね、来んじゃねーよ。フュージョンもーはいつ出した、そんなの。アタックドローンじゃないかこいつ。オスプレイ、よし、オッケー。早く終われよ。早く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 、真相真相真相、ここにいた真相。オッケー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 。次バーサとか出てきたら最悪。出てこないでね。出てきてもまあ友達。よし、着きました。まあワンチャンここはニュクスだったら守りやすい。ニュクス以外だと結構バガスが攻撃されるポイントではあるんだけど。ルビドクレイ。おう、やばい。マインオスプレイはやばい。こいつのマーク爆弾はちょっと厄介すぎる。誰でもいいから友達。オッケーオッケーオッケー。友達になってくれれば守ってくれる。俺らのことを守ってくれる。やめろ、ターミナル周辺で戦うんじゃないよ。テックテック。オッケーオッケーオッケー。やっぱガスダメージがいいわ、生きるわ。いやー敵やばい、密集するねマジで。来るまでテック倒そう。テックは倒そう確実に。よし、やめてー。お前雲どっから来たこいつ。ちょっと対応できなさそうだけど。やばいやばい。3番、よし。3番はね、初動で一旦一瞬動きが止まるのも強いですね。オッケー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 。そう、うわーっつって頭を抱えて動かなくなるのも強みの一つ。お前せめて友達にしよう。オッケー、友達にすれば俺のシールド容量が上がるという。1243になったね。オッケーオッケー、強い強い強い。オッケー、あと2秒、安全に乗り越えられそう。よーし、オッケー。エクシマスの相手はいいや。めっちゃ安定してるわ。やっぱエネルギーサイフォンめちゃくちゃ強いんでね。あ、存在が強い。ただコークションドリフト使えないのが惜しいところではあるんですけどね。さあ、最後救出、放射線障害です。ただまあ、放射線の煙が周りにあるんだったら、そこら中にニュクスがいるみたいな感じだからな。イメージとしてはね。そう、勝手に戦ってくれてるんだったら、それに越したことはないよなーっていう、そういう感じなので、まあ、あんま煙がなくて、あ、なさそうだね。あ、このフィールド久々だな。あんま煙なさそうですね。まあ、勝手に敵が戦ってるんだったら、それはそれでよかったんだけど、じゃあニュクスの3番使いながら行きますか。やばいやばい、削られる、削られる、これは。やばい、合成体か。合成体は火力が高いからな。これはこれで。あー、やべえ、めっちゃ強えわ。やばい、これ死ぬな。危ねえ。やっぱ合成体はやばいわ。まあワンチャン仲間にするのもありだけど。オッケー、あ、強っ、優秀だわ。お前俺の友達じゃなかった。オッケー、友達になっちゃいました。へー、いやこいつ火力が高いからちょっと勘弁。よし、オッケー。うー
やばいわ、必死だわもう。あー放射線ダメージきついなこれ。視界悪くなるのもすごい嫌だ。よし、いいよ。パルクールは得意よ。オッケー、ニュークスネーさん、さすがよね。遠いな。うわマジこれ、これ状況がやばいわ。オッケー、ちょ、この辺の敵にはおさらばしましょう。一旦俺から弾幕は避けてもらって、この辺の敵はいなくなっていただきましょう。皆さんおさらばーい。全員死んだ。うわっ、おお危ねえ。お前と二人っきりはそれはまずい。よし、いいよ、終われ。いやー待って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 、いや横にもいる。なんかよし、オペレーターが強すぎる。なんとか網羅した。よし行きますね。はい、オッケー。いや木星の救出だいぶ来ますね最近は。ただここ広くないからエリアが。やばい、こいつはダメなのか。よし、いいよ。さあ、あとはうまく救出できるか、それだけだな問題は。よし、いいよ。あと1箇所は後ろ側かな、来るとしたら。まあ下でもいいけど、とりあえず間に合うは間に合う、扉を開けるのも。おおマジか。あとオペレーター次第ってところもあるけど、ニュックスがねちゃんとかく乱してくれてるから、こんだけ安定して捕虜を見つけることも叶うって感じかな。よし、まだアビリティもあるね。オッケー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 、どんどん行きますね。おーやばい、エグゼリギスはまずい。エグゼリギスダメージは避けたい。やられんなよ防衛対象。はい、オッケー。ただでは逃がせてもらえないようだ。武器を持ってないか。持ってない、お前に言うちゃる武器はね。オッケーです、終わりました。お疲れ様です。今回クバ奪っていきやがったあいつ。おっと、何か落としたかい。はい、ご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。ということでね、今回、フレームのみレアモッドを抜くよという感じのコンセプトちょっと始めてみましたが、まあ育っているんでね、モッド自体は。まあ一応乗せておくと、対空中のダメージを 40% 軽減してくれるやつとか、あとエネルギーサイフォンで、あとエナジャイングダッシュ使えばエネルギーはバンバン回復するんでね、アビリティは放ち放題と。で、ストレッチとオーガーリーチつけて範囲を伸ばしてます。はい。3番メインで使ってたんでね、カオス。そう、これで敵を混乱させるってやつね。で、オーガーメッセージだけなんですが、効果時間を伸ばしてます。で、ハンタードレナリンも、まあ一応ね、シータス行けばすぐ手に入るので、これはね、ぜひぜひ、序盤の人たちも回収して使うべきモッドの一つだと思います。ちょっとコスト高いですが。で、オーガーリアコードってやつ。これシールド容量増やしてくれて、リディレクションもあるんでね、これのおかげで1100のシールド容量です。はい。というわけで、今日から1週間はレアモッド抜きでフレームのみですけれどもやっていきたいと思います。そちらもね楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。もしいろいろありましたらね、こういうリクエストみたいなのも受け付けますので、コメント欄の方に書き込んでください。またお会いしましょう。バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かったという方はね、ぜひ評価ボタンや感想コメントをよろしくお願いいたします。明日もソーティーミッション2年目始まっておりますので、どんどんやっていきます。チャンネル登録等もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。